テイクオフ。はい、どうもこんにちは。プロドローンインストラクターの橋本家です。今日は雪山でドローンを飛ばして撮影をしたいと思います。それではドローンを飛ばしてみたいと思います。けどビデオモードで僕はマニュアル基本です。雪山ってフィルターかけてても明るいので、これでも 0.5 のフィルターかけてますが、でホワイトバランスも設定します。4800です。カラーは基本僕はティーシネです。Go!目視の範囲内ですね。ディスタンスが 211m、 まだ見えますね。はい、一回ここで止めます。はい、もう一回スタート。なんで止めるかっていうと、編集をするのにしやすいからですね。はい、ゆっくり回転してジンバルを下げていきます。ジンバルを止めて回転を続けて、回転もゆっくり下げます。はい、少し上昇しましょう。で、気をつけなきゃいけないのは対地高度です。これだと今33メートルって書いてありますけど、相当、コンタ等高線が自分の位置より低いところにいるので、多分80から100までは行ってると思います。
風ないな。風の見方は後で教えます。では下に戻してきましょう。帰ってきました。どうやって着陸するかっていうと、あんまりハンドキャッチ一生一般の人はしない方がいいと思います。まず ということで、今日は雪山に登ってドローンの撮影をしました。こんな感じでいつも撮影しています。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではバイ。